んにちは、愛川真理子です。梅雨入りして雨の日が多いですね。洗濯物が乾かなくて困ったものです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてシティニュースおた6月16日号、今回は子育てのお手伝いをしてほしい人と子育てのお手伝いをしたい人の橋渡しをするファミリーサポート太田の話題をお伝えします。また後半では区内の中小企業の経営者などに向けて夏の節電対策などをテーマに開催された緊急セミナーの模様を、お宝発見隊のコーナーでは太田の街を悠々と流れるこんなお宝をご紹介します。それでは初めにファミリーサポート太田の話題からお伝えしていきましょう。こちらは大森にお住まいの木村愛子さん。午後4時になると木村さんは自宅を出てある場所に向かいます。到着したのは保育園。ファミリーサポート太田の提供会員である木村さんは現在近所に住む方の育児支援としてお子さんの保育園へのお迎えを保護者の代わりに行っています。お母さんが2人目のお子さんを出産されたばかりだというこちらの男の子、木村さんと手をつないで自宅まで仲良く歩きます。子育てのお手伝いをしてほしい人と子育てのお手伝いをしたい人の橋渡しをするファミリーサポート太田。大田区では現在467名の提供会員が子育てサポーターとして活躍しています。ちなみに木村さんはどんなところにやりがいを感じていますか？毎日新しい遊びとか発見とかを考えて子どもさんに毎日楽しいことがあるんだよって思ってもらえたら嬉しいなと思うし、もうそれがもう私の頭の体操にもなりますし、最初不安だったんですけど子どももすごい懐いてるのでご安心して預けることができます。保育士などの資格がなくても子どもが大好き、自分の余暇や子育ての経験を地域で役立てたい、そんな気持ちを持つ20歳以上の人であれば誰でも提供会員になることができます。提供会員になるためにはまず区が実施している計13時間の講習すべてを受講する必要があります。この日の講義は子どもの栄養と食生活がテーマ。講習ではこのほか子どもの遊びや発育、事故と安全などについて学びます。講座を終了し登録の手続きを済ませればいよいよ援助活動のスタート。子ども家庭支援センターの子育てコーディネーターを通じて利用会員と提供会員が打ち合わせを行った後、実際の活動が始まります。6号にお住まいの高橋敦子さんは現在仕事をしている保護者に代わって4歳のひなたちゃんを保育園に迎えに行き、保護者が帰ってくるまで自宅で預かっています。空いた時間を活用して地域の役に立ちたいと活動を始めた高橋さん。とはいえ人の子供を預かるこの活動は責任重大です。不安はなかったのでしょうか？最初はね、お友達がやってて、で私もちょっとアルバイトしてたりしてちょっと暇な時間があったんで、ちょっとこういうのあるんですけどどう、言って講習会受けてみないって言われて、最初はちょっと子供預かるなと思ったんですけど、でもやっぱり小さい子供は可愛いし、でこうやって懐いてくれて主人も協力的にしてくれるから、まあ孫がいると思ってやめてればいいかなって感じで預かってます。子供と触れ合うのが楽しくてたまらないという高橋さん、今ではご主人も一緒になって子供の相手をしているとか。孫が来てるみたいで、いいよ。援助活動が始まって2ヶ月ほどですが、ひなたちゃんも高橋さん夫婦にすっかり懐いている様子です。そして午後7時、ひなたちゃんのお母さんがお迎えにやってきました。高橋さんは今日1日のひなたちゃんの様子をお母さんに報告します。はい、じゃあね、泣かないで帰るよ。泣かないで。
延長保育もなかなか入れないという現状で、このサービスがあると分かって利用させていただいて、とても役に立ってるというか、もう高橋さんに本当おんぶに抱っこですけど、とても利用させていただいて、私も安心して働けます。ファミリーサポート太田に関するお問い合わせはご覧の番号で受け付けています。興味のある方はぜひ連絡してみてください。なお、提供会員になるための保育サービス講習会をご覧の日程で開催します。この機会に地域の子育てサポーターとして活躍してみませんか。それでは続いて、先月区内の中小企業の経営者を対象に開催された夏の節電対策に関する緊急セミナーの模様をお伝えします。震災と原発事故の影響で電力不足が予想されている今年の夏をどう乗り切るかをテーマに開かれたこのセミナー。会場には区内で主に製造業を営む中小企業の経営者や管理部門の担当者など190名が集まりました。セミナーでは経済産業省やコンサルティング会社の担当者などが講師を務め、コストカットの面では震災前からすでに限界感のある製造業において節電・省エネをどのように進めていけばよいかについていくつかの提案を行いました。その一つが作業工程や設備の使用エネルギーの見える化です。見える化とは事業所内のエネルギー消費量を計測器などを使って詳細にチェックし目に見える形にすること。そうすることでどこに無駄があるか、何を改善すれば消費量が減らせるか、具体的な改善点が見えてくるというもので、見える化を行う際は曖昧な目標値ではなくはっきりとしたデータを測ることが重要になります。またセミナーの第2部では震災の影響で資金繰りに悩む企業に対してのさまざまな支援策について紹介。大田区や金融機関が実施する融資斡旋制度の紹介などが行われました。節電・省エネとともに資金繰りの問題など中小企業にとっては今まで以上に厳しい1年となりそうですが、大田区では今後もさまざまな事業を通じて企業の支援に取り組んでいくということです。それでは続いてお宝発見隊のコーナーです。今回は大田の町を流れるこんなお宝です。大田のお宝を探して今回発見隊がやってきたのは6号土手。気持ちいいですね。おや、あそこにカメラを持った男性が。一体何を撮影しているんでしょう。すいません、何を撮ってらっしゃるんですか。多摩川です。この辺りは河口に近いためにとてもゆったりとしながらなんです。気持ちいいですね。本当ですね。ということで今回の大田のお宝は多摩川。大田区をはじめ30の区市町村をまたいで流れる多摩川は全長およそ 138km。 山梨県にある笠取山の水比を源流とするこの多摩川にはさまざまな魅力があります。そんな多摩川の魅力を先ほど登場した郷土博物館学芸員の北村さんに伺いました。大田区の多摩川の魅力はゆったりとした川の流れ、広い河川敷、そこの豊かな自然ということでしょうか。上流から下流にかけていくつもの絶景ポイントがある多摩川。中でも多摩川八景に認定された絶景ポイントは観光スポットにもなっています。ちなみに大田区では多摩川の河口と多摩川大公園が八景に認定されているんですよ。あれ、北村さんがあんなところに。何を見てるんですか。これは距離標識といいまして、多摩川の海からの距離を示しています。ここには 0.0 キロ、最初の河口出発点を示しています。でも河口はもうちょっと先ですよね。この標が打たれてから、大田区側も
川崎側も護岸工事が進み、どんどん沖へ埋め立てが進みました。多摩川はもっともっと先に伸びているんです。工事の際に新たに設置された距離表にはご覧のようにマイナス表示で距離が記されています。こう表示することで、かつて定めた総延長 138km の数字を変えないようにしているんだとか。面白いですね。ところで多摩川ってその昔暴れ川と呼ばれていたことをご存知ですか？大田区の多摩川流域も洪水のたびに水害に遭い、治水工事が行われてきました。また多摩川ではかつて渡し船が行き来し、中でも矢口の渡しは南北朝時代の武将新田義興公にまつわる伝説があることでも有名。そうした歴史も多摩川の魅力の一つと言えますね。多摩川の安全を守る治水、多摩川を利用しての利水、それに川の自然で環境を学ぶ浸水、こういったことが多摩川で行われていますが、環境を学ぶめることができる、これも多摩川の大きな魅力の一つなのではないでしょうか。川辺には今多くの野草や野鳥類が生息し、ボラなどの魚たちの姿も見ることができます。そして川沿いのサイクリングロードや野球場は人々の憩いのスペースに。そんなたくさんの魅力あふれる多摩川、これぞ大田のお宝です。自然や歴史など魅力いっぱいの多摩川ですが、皆さんは多摩川のどんなところに魅力を感じますか？それでは最後に大田区からのインフォメーションです。大田区では3月13日より東日本大震災に対する救援救護のため義援金の受付を開始。これまでに1億8803万5046円の義援金をお預かりしています。また先月区内10カ所で開催された子どもガーデンパーティーでもおよそ90万円の募金をお寄せいただいたほか、区内の各団体からもこれまでに1928万2014円の寄付金をお預かりしています。ご支援ありがとうございました。なお区では引き続き区役所や特別出張所などで義援金の受付を行っています。ぜひご協力ください。以上、大田区からのインフォメーションでした。さて、今回のシティニュース大田いかがでしたでしょうか。次号7月1日号では、夏の電力不足を乗り切るため、家庭で取り組む節電対策に関する話題のほか、ご覧の内容をお届けします。それでは、次号もどうぞお楽しみに。